いや今回ちょっと難しくなかった。いや難しかったね。なんか私たち久しぶりの狼少年ですけど、うん、なんかクオリティ上がってますよね、うん、簡単な頃に戻りたいパネラーとしては前の方が簡単だった、うん、狼マジシャンもね、うん、すごかったですよね。いやー、うん、あれ難しかったな。私多分今までの狼少年史上一番難かった、本当に一番答えを押す時に自信なかったです。私たちが驚いちゃうからリアクションまず見れないっていうね。マジックがすごすぎる。一緒になって驚いてるから1個目もう頭真っ白になっちゃってさ、うん、兄の言う通りでって言っちゃったあの田辺さんが頭真っ白じゃない時ないんで大丈夫そこは気にしないでください。2つ目の足つぼですか、うん、足つぼもすごいね。難しいよな。これはだから私もね分かんなくてなんとなくこっちかなって思ってたんだけど、やっぱ田辺さんに頼りました。ここはねえここはね見えたそればっかり言ってたね。いやあと足つぼの先生もすごかった。すごかったすごかった。あれ見てほしいな、はい、もう私あのバラエティーにはねずっと一生いてほしいと思う、あの先生会いたい。一番バラエティーに欠かせない存在だと思うわ狼少年12月17日金曜夜7時ぜひご覧ください。狼少年参戦します。松本潤登場。果たして狼少年なのか。見破れるもんなら見破ってみろ。狼少年金曜夜7時。